ランディスクは Io データ機器のナズ製品のブランドである。主に一般家庭から双方程度の規模をターゲットとしている。ランディスク HDL-F250 シリーズ全体としては組み込み分野の流れに合わせ CPU が世代により変遷し2008年現在アーム系のソークをコアにした製品シリーズに落ち着いているが競合他社の製品と構成は 類似するようになった。Linux をベースに作られた製品については、GPL 化のライセンスにあるカーネルをはじめとするソフトウェアのソースコードを請求することにより入手することが可能である。サポート宛に問い合わせを行い、製品名とシリアル番号を連絡の上、1件につき、実費として500円分の切手を同封し送付することで入手できる。 数種類のものを同時に請求しても、料金は、件数分になる。ラインナップの変更により、スタンダードモデルと、高機能モデルに分類されるようになった。スタンダードモデル高機能モデル従来、ランディスクシリーズに分類されていなかった、Windows サーバーを採用したモデルとは別に、筐体は、QNAP の製品と同様のものを用いた製品が HD、HDL。 Z シリーズとして追加になっている HDL Z シリーズありがとうございます